い、どうも皆さんこんにちは、ソメチンユーよ。今回助っ人がいるんだけど、まあ、ペイン閉まるね。やばい、なんか珍しい鳥が飛んでるわよ。じゃあこれから釣りを開始するために必要な道具を出していくわ。トツカの剣を使っていくわ。今回使っていく仕掛けはこちら。じゃじゃん。中道正盛に針をつけたやつ。これを使ってうなぎを狙っていくわ。使っていく餌はこちら。じゃじゃん。これはミミズよ。これは島ミミズって呼ばれるやつだわ。まあ普通はね、ドバミミズとかの方がうなぎは結構釣れやすいんだけど、今回なかったから こちらを使って釣りをさせてもらうわ。待って、やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、ミミズが脱走しまくってんだけど、ちょっと、あー待って、やばい、これやばいわ。待って、いいこと考えちゃったわ。もうこれ全部出てるやつ、これ全部もう餌にして使っちゃおうかしら。そうすれば一石二鳥よ。ちょっとそうするわ。今回ペイン石丸くんが使う餌ちょっとミミズしかないんだけど、この針には合わないんだけど、ちょっとどうするつもりなの、ペイン石丸くん。それを考えてきました。なので僕は今回これ、家で作ったミニ唐揚げ。いやちょっと待って、唐揚げを餌にするなんて斬新ね、あんた。いや、まあ僕最強なんで。よし、じゃあ早速つけてみてちょうだい。本当につけてるわ。これつけ方合ってる？ネタだと思ってたけど結構ガチでつけてるみたいだわ。はい、つけ終わりました。イエーイ。これでいいのかわかんないけど、じゃあとりあえずまずペイン石丸くんから投げてちょうだい。領域展開。手に油がついたんで、正常手、正常手。うわ、最悪、吹かれたわ。何してんの、あんた。じゃあ、投げていきます。ペイン石丸くんが、唐揚げのついたやつを投げた。あそこらへんよ。お題、これもう、脱走した、ミミズだけで作った。もう、やばすぎる。針が完成してしまったわ。ちょっとこれ、ちょっと、地獄みたいだわ。これを投げていくわ。じゃあ早速投げるわ。あー、せいえちゃんしゅ。よし、あそこら辺ですね。オッケーよ。さて、じゃあ広瀬すずを装着したいと思うわ。よし、もう一本3を出したから今回は計2本でやっていくわ。見てこれ、なんか落ちてんだけど、え、これもしかしてムカデじゃないの？落ちて死んでいたムカデに針をつけたいと思う。ちょっと待って、生きてる。まあ、いっか。やばい。ちょっと待って、めちゃくちゃ硬いわ。いや、刺した瞬間動いたりしないでほしいわ。頼むから。来た、刺さったわ。よし、来たわ。やった、つけれたわ。ちなみにさっきつけてたね、唐揚げはなんか投げた時に取れちゃいました。まあね、そういう事故ありますから、たまに。では、ギャマの油に。せいえ社長。おお、いや、割といいじゃない、あんた。あう？待って、まさかの今、ネタ枠でつけているムカデの竿に当たり合ったんだけど。いや、まあ、とりあえず、ちょっともうちょい様子見てみる。ちょっと、なかなか反応がないから、ペイン石丸くん、あげてみてちょうだい。よし、じゃあまず鈴取ります。オッケー。まあ、一応ね、落ちないよ。待って、ワンチャンある。うわ、めちゃくちゃぐちゃぐちゃだわ。まあじゃあまた直して投げましょう。あー、夕日が綺麗だわ。俺たちの心は汚いけどな。今回、リベンジしに来たわ。でね、あっちの方が多分いるっぽいのよ。同業者が集まってるから、だからその辺で釣りをしていきたいと思うわ。今回ここの数でやっていくから、みんなよろしく。今回ね、大きく変わったものがあるんだけど、それはね、これを見てちょうだい。ミミズちゃんクマ太郎のビッグサイズよ。これはね、めちゃくちゃでかいミミズなの。だからこっちの方が多分釣れる可能性が高いわ。
よし、つけれたわ。じゃあ早速投げるわよ。水平三振。広瀬すずを装着するわ。よし、これをあと2本作っていくわよ。よし、やっと3本準備できたわ。1、2、3。これで鈴が鳴るまで待ちたいと思うわ。めちゃくちゃ動いてる。めちゃくちゃ動いてる。ほら、待って、行くんじゃないのこれ。めちゃくちゃ動いてる。ちょっと待って、動きすぎじゃないこれ。待って、めちゃくちゃ動いてる。待って、これどうする、どうするこれ。待って、みんな見えるこれ、動いてるの。来た。絶対来た。うなぎじゃないのこれ。なにこれ。なんでこれ。なんでこれ。やばい。アメリカナマズが釣れた。やった、ナマズゲット。ではそろそろ食材も揃ったことだし、お家に帰りましょう。間違えた、アジトに帰りましょう。あ、今回はここでナマズの調理をしていくわ。何しとんねん、ターナー。よし、準備ができたわ。そしたらここに、じゃじゃん、網を置いていくわ。よいしょ。よし、準備は完了よ。チャカメカファイヤー。じゃあ次、この上に、ナマズを、セイエチャーシュー。もう一つも、セイエチャーシュー。これでしばらく待ちたいと思うわ。ある程度焼けてきたら反対側にするわよ。おお、美味しそう。ある程度焼けてきたら、じゃじゃん、うなぎのタレ、ここにね。よいしょ。よし、これを塗っていくわよ。せいえチャーシュー、裏側も塗っていくわよ。ちょっとあれだけど、こんな感じでいいんじゃないかしら。完成したわ、生丼。では命に感謝、いただきます。ほら見てちょうだい、これもううなぎだわ。どう見てもうなぎにしか見えないでしょ。じゃあとりあえずここ食べてみろ。ご飯と一緒にいただくわね。いただきます。待って、生かもしれないから、ちょっともうちょい焼いてみるわね。これ次は大丈夫でしょ。じゃあ食べてみるわ。いただきます。これはね、うなぎっていうか、なんか鯛を焼いた感じな匂いがするわね。ご飯も一緒に食べるわ。うん、やっぱうなぎっていうか鯛みたいな味がするわ。じゃああと時間かけてゆっくり食べさせてちょうだい。完食したわ。ナマズのかば焼きはなんかうなぎっていうかタイみたいな味なのがびっくりしたわ。ここまで見てくれた方はもうファンすぎてファンファンになってるわ。それでは皆さん、ハバナイスデー。